はいどうも皆さんこんにちはこんばんはということで今回もですねドラゴンクエスト11のスイッチバノフの実況プレイ続きやっていきたいなと思いますということでですねごめんなさい思った以上に長かったということでこれすごいんじゃない追加エピソードだけで10時間ぐらい全員超えるんじゃねってぐらいのまあ勢いなんですがまあいいでしょう僕がねドラクエシリーズで7だっけなが一番100パー150ぐらいいってんのかなそれを上回るんじゃねっていうこの待ってほしいさサーカス団の前に先に行くのか誰を仲間にするのとかそういう関係あるんじゃろうか誰かここに行ってお前かはいあいたなもし誰を誘えばいいのか迷ってるのオイラに心があるっすはい聞いてみましょうこれ風の噂で聞いたんだけど教会の前もあさっき知ってるあ、太鼓の名手あ、いいね。いいね。後ろポコポコポコ叩いてくるよ。でも近くの波事あるらしくて、待った。これ一個一個。まあ、さっきちょうど見たんだ、俺。これ一個一個。一番欲しいのはあれだろ。ここの2階にいるのはパフパフがあるだろ。パフパフが開かない。何開かないだと俺はパフパフガールが。なんでお前は違うのか関係ねえな。まあいいや、まあ、先ちょっとあったからちょうどいいや。お前でいいや。針がどういうことなんか取ってこ一個一個なんかミニイベント的なやつやるのかなあ愛しい君を忘れるのに一体どうすればいいのか聞いたね前回聞いたねそんな顔じゃいい音は出ないよえどういうこと今決め台詞だったのかな白太鼓叩いてる石にサーカスの助っ人を誘った僕をサーカスの助っ人にも止めろやいいから世話しねえやつなら止め僕はもともとシルビアスの大ファンだから嬉しいけど今ちょっと無理なんだなんだ体重が落ちたあの日から笑顔失った愛しいあの子名前を言わない時点で若干人間じゃねえんじゃねっていう子疑惑ないもうそこら辺もわかるからあれれれ僕分かっちゃった愛しいあの子を忘れるために僕の太鼓の練習を続けなきゃダメなんだもう呪われてんのかお前ちょ止めまあ誰に誰かを描くために頑張るなんてとっても素敵だわねえ私にあなたのお手伝いさせてそしてその子を笑顔にできたらサーカスの公演に参加してくれないかしら誰なんだろうほ本当かいもちろんいいさあの子の笑顔見れるなら僕は助っ人だってなんだって人間じゃなかない方は分かんないけど僕は愛しのあの子を肌が白くて通った鼻筋ああんしなやかな脚線美人間かそれで羽の衣装が最高に似合っているんだ今からあの子はん町の北西で休んでいるはずあ彼女あごめんすいませんでしたすいませんでした飛んだ名探偵じゃどこだどこって言ったどっかで休んでいるどこだどこら辺に休んでいるんだろうかすいません飛んだ目あの迷う方ねどっかで休お前じじいじゃねえかごすいませんでしたすいませんあなたに罪はなかったですすいませんでしたはお前か毎週ここで勇者の星を見てるのまた勇者の星あったいずれ来るいずれどこだどこだどこにおんねやろなんか落ちてないさあどっかどっか羽がなんたらかんたら言ってなかったっけ羽がどこだお前かジャグリング待ってあこれあれこいつもなんかありそうだなあいつじゃねおいあんた人を探せるのかいなぜわかったかってふふ何を隠そう僕俺は占い師なのさあ教えてくれるって止めろや止まれやこれじゃなかあさすがにそういうことでしょサーカス団じゃないですかどう見たってこの人サーカスに誘った悪くはないがあいにく俺にも占い師としての務めがあるこの玉をで決めよう今から俺はこの赤青木の玉の一つに魂を込めて強く頭に思い浮かべるあんたが俺が思い浮かべてる玉の色何なんかのミニゲームが来たんだけど行こう任せろ何ですか玉よ玉よ玉様よ受け取りたまえこの思いは赤く燃える炎のようにこの思いぶわ何でしょうか
俺の中じゃ青だよね。待って、え、何回もやらなきゃいけないの。オッケー、よし、任せろ任せろ。これなんかあんのかな。赤、大正解。あ、待った、簡単な一人名前になったんだけど、ごめん。なんか、いや待って、もう一人誰だ。なんかもう一人言ってんね、一人なんか仲間になったんだけど、どこだどこだ。待って、ちょ待って、どこにいるんだ、どこにいるんだ。待った、どこにいるんだ、どこにいるんじゃろうか、どこですか、どこにいるっつったっけ。聞いてこいや、ちょ聞いてきてよ。呪われてるんじゃないのか。本当に北西に住んでるって言うんだけど、どこだ。ハッスル、あ、北西か。待って、どこにどこにいるんだ。お前じゃないだろうな。違う違う、え、どこだろう、誰だ、どこにいるのかがわからん。どこだ、ウェイ、お前か。あー、これでいいのか。もう通り過ぎてんじゃん。あの太鼓叩いてる兵士さんが、多分勘違いじゃないかしら、私あの人の話したことがあるけどちっともそんな感じしなかったわって。色白で話が通ってる百戦美か。北西にいるマーガレットさん、彼女はうま、いやー、なんか言ってる、お前か。マーガレットとは今にも泣き出しそうになるほど人、あ、なるほど、あなたもこの世界の異変に悲しんでるのね。心の近し、白い毛並みも曇って、その白い肌、く通った鼻筋、脚線美、羽の衣装が似合う、まさか、兵士さんが愛するあの子って。やっぱそうだね。そういうことだね。いてもたってもいられなくて、愛しのあの子、マーガレットの様子を、僕も見に来ちゃったよ。驚いたあなたの笑顔にしたい子って、マーガレットちゃんだったのって、この子は私の相棒、大切な仲間よ。仲間。カタカナだった。シルビアさんの相場、なるほど、マーガレットの優雅さはシルビアさん譲りだったのか。この子はね、音楽やダンスが大好きなのって、軽快なリズムで気分を盛り上げてあげればきっと絵が踊り戻すはずよ。なるほど、でも僕の太鼓だけじゃ彼女の心には全然響かないんだ、一体どうしたら、てんてんてん。ノンノンノン、あんたの、あなたの太鼓はとっても素敵、それでも足りないならこの旅芸にシルビアにお任せある。まあね、主人だからな、どうにでも。ちょ待って、1,2,3,4,5,6,6,OK ね。さあみんな、マーガレットちゃんに最高のセッションを聞かせてあげましょう。で、アウさんなんか急になんかエンジンかかったな。ちょっとどうにかなるんですか。シルビアとマーチのセッションが勝てないグループを生んだ。シルビアの間、マーガレットはとても楽しそうに笑っている。笑った笑ったぞ、愛しのマーガレットが笑った、ありがとう、シルビアさんのおかげだよ。まあ俺の馬だからな、いやいや、まあ俺の馬でいいのか。え、みんなの力があったからそうね、サーカスの舞台に一緒に立ってもっと多くの人を笑顔にしてみない。僕の太鼓が力になるならお約束通り喜んで。太鼓が得意なサマジーの兵士がサーカスの助っ人に来て、よっしゃー、まあ言うてももう一人だったんで、そういうマーガレットさん、俺に素敵なものをくれたんだ。なんだ、なんてかぐわしい香り、馬の変態やねんか、変態。さて助っ人を2人集めたでゲス、サーカスの入り口にいる寝台、オッケー。マーガレット、お前のうんこはいただいたぞ。違う、かぐわしい、なんかびっくりしてない、あの子見てない、これ見て、こっち見てない、見てたわよって、あの太鼓の兵士さんとセッションとっても生かしてきたわって。特に太鼓が上手な兵士さんってば、やそうでとっても素敵、私すっかりファンになっちゃった。この服なんか、なん前から言ってもなんかこう柔らかい感じに見えるのね。ちょ、ずーっと言ってる、2年くらい前から言ってんだけど、ずーっと言ってるよね俺ね。オッケー、きたー、お疲れ様ディース。なんかちょろいなこいつ、ちょろい、なんかなんだこいつ。なんか軽いやっちゃな。あなたのおかげで助っ人になってくれる人が無事に2人来てくれたっすよ。公演の準備は大体終わったし、これでいつでも最後、あ、これでも小村まで行って終わんのかな。あとはシルビアさんにお任せします。公演に出る準備が整ったらこの中の団長にかけてください。まあいいでしょう、行こう。公演に行く、お、いた、前一緒にいたのかな。
でもいいよね、ここ全然使わなかったじゃん、意味なかったじゃん、それがまた再利用できるっていいよね。これって入るかのかな、覚えてないんだよな。久しぶりね団長。シルビーさん、あなたがどうしてここに。だから俺のずっとアテレコだっていうあのフルボイスなのに全然声が聞こえない。こんなご時世でもみんなの笑顔のためにサーカスを開こうとする素敵なおバカさんの力になるためよ。それじゃあ先ほど来てくださった助っ人たちはあなたが。あ、なんと俺を言ったらいいか。俺なんかいいね言ってそれより男女準備はいいかしら。さあみんながショーの会を待っているわ。はい、できています。それじゃあ気合を入れていくわよって、サマディのサーカスが暗い世界に送る最初に最後のスーパーステージ。もう壊れるわ、喉壊れる。この後また撮らなきゃいけないのに、まあ、10分まで20分ぐらい喋らなきゃいけないのに。喋ってくれんのかな。ああ、喋ってくれた。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。さあさあ皆様、前を向いて。気分が落ち込んでいるからって下ばかり見ていてはもったいない。いいセリフだね。なんだかサーカスの終幕を飾るにふさわしいサマディ王国のスーパースター、帰ってきたあの人の神業を見逃しますよ。この団長も一緒についてくるのかな。来たこれね、これこの音楽って何の音楽なの。なんか他にあったっけ。ごめんすいません、なんか忘れてんだっけ。ドラケシリーズ何だったんだっけ。これだけ。なんかどこの音楽だったっけな、これ。それでは登場していただきましょう。暗い世界に笑顔を届ける、希望の旅芸人シルビア。まか不思議なショーをとくとご覧あれ。これわかるんだけど、なぜみんなおねえになってるの。なる必要なくねっていう、このうわぁ。マルティナ編とかあんの。なんかちょっとエロティックになっちゃったマルティナ編のあそこら辺の舞台裏みたいなのわかんのかな。見たい早く。さあ皆様、今宵は最高のショーをお楽しみくださいね。え、大阪さんで本当よかったね。ただ何もない、ゾウもいなけりゃ。こうしてサーカスのラストショーは幕を開け、一夜限りのシルビアのスーパーステージは人々にひとときの安らぎを与えた。何もないか、割愛されている。そしてサーカスは魔女か。ちょっと待って、ちょっと開けなさすぎやしねえか。みんな息しゃべるな、一気に。ドダムドみたいな。シルビアさんのおかげで私のサーカス人生で最高のショーができました。まさかついてくるのかな団長も。本当にありがとうございました。いいえ、今日の舞台の成功はこれまでサーカスを守り続けてきた団長、あなたの努力の賜物よ。暗い世界だからこそ人々に笑顔を届けるサーカスや芸人が必要なんだと、その思いで私は今日までサーカスを続けてきました。それを教えてくれたのは、子供の頃に見た魔物に襲われ傷ついた人々を救っては彼らを引き連れ旅をする女旅芸人でした。誰それ。旅だろうに、彼女らは笑顔を絶やさず沿道で見送る私たちに勇気をくれたものです。誰のことだろう、出てくるのか。そして人々を率いた女旅芸人は役目を終えた後姿を消しました。その女旅芸人は若い命を散らしたとも、とある町の名門騎士と恋に落ち幸せに暮らしたとも言われています。これシルビアのお母さんの話なのかな。シルビアさん、私はあなたにあの日の女旅芸人の面影を見ました。ママンなの。引き連れ笑顔を広げるその姿に。サーカスを休業するのはやめます。町の人たちが心から笑える日まで私も諦めずに頑張りますよ。さあ私たちも団長に負けないように人助けの旅頑張りましょう。あのシルビアさん、オイラたちシルビアさんの元で修行して
一人前の芸人になりたいんです。もっとサーカスを盛り上げるためにも。みんな横の二人がちょっと目死んでないか。気持ちはとっても嬉しいけどサーカスのことだってあるし、団長どうかしら。困ったね。でも人手不足だもんね。わかった、いいだろう。思う存分修行してきなさい。私はいつまでも待っているからね。シルビアさん、こいつらを頼みます。シルビア流の修行は厳しいわよ。ビッシバッシ鍛えてあげるから覚悟なさいね、あなたたち。ありがとうございます。3人仲間になるのか。あなた増えすぎじゃね。誰にしようか迷う。待った、終わったのか。おにゃの子一人おってもよくないか。かわいい、かわいい。ちょっと待って、これ何だ、いけねえな。いけません。待って、これでいったら終わんのか。サマーディー城、ちょっと待った、あらポンコツ王子見に行こう。待った、ポンコツ王子何やってんだろう。この時期にしか見れないイベントとかなんかありそうじゃね。いやー待った、結構動画にあれいね、あいけねえ。なんだ、ごつじょう、ごつごつ主義のあれか、謎の壁的な感じか。あ、なんかちょっとなんか見てる。勇者の星が明るいな。勇者の星だって。まあまあまあ、あとでいずれ。これなんかあるでしょ。来た来た、薬草ゲット。どうしよっかな、もう一回行ってもいいんだろうか。待ってね、ちょっと待った。いや入れ替えしたいんだよ俺は。ちょっと入れ替えしたいんだが、これこのままあれなのかな。でも装備がどうする。ちょっと待った、おむすび行ってからでもいいのだろうか。いや待った、戻んのもあれだからな。ちょっと待ってほしい。いや待った、まあ、次のとこ、お前光ってないのか。よし、まあいいや、行くか。今回で、ちょっともうちょっと話とか聞いたらなんか違うのあったのかな。まあいいや、そんなこと言ったら、パート300ぐらいになってしまうな。300。パート300ってやばくないか。ワンコロ、どうだ。ワンコロ、見て見ぬふりやめろ、ワンコロ。ワンコロよりはるかに強くなってしまったな。全員目赤いんじゃなかったっけ、違ったのか。まあいいや。あ、なんか、あー見えてきたね。こんなに長いの、一人ずつこんなに長いの。ちょっとボリューム、あ、多すぎね。ちょっと増えすぎだろ。ちょっとさ、来たー、ホムラの里まで来ましたね。まあそこに何か突っ込みして。ビキュー、待った、悪いプシャイムじゃないのに、ここ最近頭の中で怖い声が響いておかしくなっちゃいそうなんだ。あっちの横の辺じゃ見かけない変な子もいるし、僕もどうにかなっちゃうのかな。待って、あ、宝箱がある。僕から離れた方がいいよ。待って、まあそっか、全員あっちの方に、この辺りが見かけない変な子も。待った、あっちの方になんかいるし、また見えたんだ、宝箱が見えたんだ。びっくりした、お前らいきなり湧いてくんなよ、怖えな。もういきなり湧いてくんだよ、俺何なのかと思った今。何なのかと、まあ、めっちゃビビったわ、ほんと。何だろう、あっちの方に見かけない子ってこれのこと。おい、かわ、あ、なんかやってる。どうした、こなせなってしまう、かわいそうに。落ち着いて、ほら冷静に。もういや、食おうとしてるぞ。もしこの人も悪いものだと思っているのはストップです。どうか僕の話を聞いてください。この子は本当は普通の植物なんです。こんな姿に生まれればダーハラ湿原でひっそりと咲く綺麗な花でしたけれど、荒廃した世界で枯れまいとした結果、突然火を起こして魔王の姿になって。いや違う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 、それは絶対違う。その、ま、魔王がもう覚醒したから多分。発明した肥料をあげればこの子の落ち着ける元の姿に戻ると思うのですが。植物発明した肥料なんだ。そう、かぐわしい香りは持ってた、持ってた、かぐわしい持ってます。なるほど、先にこっちに来ちゃダメだったってことでいいのかな。待てよ、サマディオーク城下町に行けば馬の子も見つかると、どうかよろしくお願いします。いや持っているんだわ、かぐわしい香り。なるほど、これでつながるのね。馬の糞を渡した。
栄養満点の肥料を作ると、それが、ま、魔物化した植物に渡した。なんとか打ち組み殿し、どこかへ去っていった。もっと戻ったやんじゃないのかい。ありがとうございます。効果てきめんです。これがあの子は大橋に戻り、じきに元の穏やかな植物に戻るでしょう。それはよかったわって。あなたたちの人助けのために種族の壁はナッシング、人の植物も元気なのが一番だもんね。噛んでいく、最後噛んでいく。荒廃した世界で苦しむ植物たちをどうにか元気にしてあげたい。実はそれこそが僕の夢なんです。あなたと一緒なら各地を見るもっと植物を助けられるかも。そのために僕も同行させても任せろ。じゃあおいで。まあボイスないからいいはいらんだろ。オッケー、来たー。仲間が一人加わった。誰をどうするかがちょっと考えないからな。次のところで、もうだいきなり出てくの怖いかやめろって。怖いんだわ。次のところでまだ見たこともないやつらを、どこにか、うわ、どんどこどんどこ言ってる、どんどこどんどこ言ってる。シルビアって座り方がちょっとまだあれなのね、乙女なのねちょっと見えないようにやってるのになるね。お股の方がちょっと見えない、こうクックって、あのモデルさんが座る時のような。さあ、あ、なんかいる。なんだ、どうしたん。何やら嵐連中めいて、里の者たちの用心棒であるこの私、武道、うん、武道家こぶしが、武道家こぶしが、武道家こぶし誰だ。武道家ちゃん、私たちはこの辺りに回って元気にない子たちを助ける。なんか女の子、うにゃの子が、なんとこんな世の中に大胆不敵な運命、よく見れば腕も立ちとして畳むのさ、ならばこれもええ。私はホームラという里の住人になって、世界の異変が起きてから作物を取れなくなり、植物を手に入れるため旅に出たのだが、里に帰る途中凶悪な魔物に襲われ、やっとの思いで入手した食料を全て失ってしまったのだ。あの一緒なら、あの魔物を倒し、なんだ、どこだ。南側にいるはずだって。南側にいるんだって。まあいいや、またどっか、どこにいるんじゃろうか。まあ、いや、おにゃの子ひどいわーって。オッケー、余った。まあ、いいや、ちょっと強いの入れたいね。ちょっとよし、ここで入れ替えられるんだ。オッケー、ここで来たー。オッケー、誰を入れる。なんか強そうじゃん、一応強そうじゃねえお前、はい、ランス、どうしよっかな。誰だかわかんねえんだよ。一味の親分は多分サミダレ付きみたいにしてたもんね。セカス旅のいらないな。熱血格闘家、今のメンバーと入れ替えますか。パンチョ頑張りましょう。あれ今どうなってんだ、誰が誰だかわからないんだが、どんどん増えていくのか。よし、これでいこう。大丈夫だ、いきます。大丈夫です、任せてください。ちょっと一匹ちょっと倒してみようか。オッケー、なんでやねんさあ来た、ジジイだかババアだかわからんでも待って。1年今日70に続くの。オッケー、問題がアリスキック、持ってる武器みんな一緒じゃねえ。おお強え、なんか食らってる、みんな農薬なんか面白い、なんか面白い。パクパク、ナイス、勇者の補給がすごいな、こいつらすごいな。シンクロ率やばくね、シンクロ率やばかったんだけど。こっち行ってどこか、ごめん、穂村の里の南の方に何かがおるって言ってね。なんかさ、あそこにギガンテス的なやつ見えない。あれ違うのか、なんかでっかいのおるぞ。あれだろ多分、いやお前だろ多分、いや違うんだろうか。ほら来たー、ほら荷物も取ってる、来た、でやまた人間が来たぞって。こいつらあれなんだな、田舎もんなのかな。おめら食べるもん持ってたら わしに全部よこすだぞ、でやこういった横もだという例の魔物さんですか。姉さんと、よ、任せろ、そんな強かないだろう。さあ行こう、ギガです。いや、ギガで強いのかな、まさかのボス戦。
ボスギガンテス。アリスキック。アリスキック。いいね、強いね。一撃で死ぬんじゃねってかの。やばい。オッケー、大丈夫。ライドインパクト。めちゃめちゃ強いじゃん。いいね、いいね、メガクラだ。いいですよ。誰か回復しなさいよ。お前ら全員脳筋か？いや待ってほしい。やばい、待ってやめて。おお、待って、作戦が、ちょっと待って回復してるやつが誰もいないっていう、この道具条約層いただきましょう。ちょっと待って、回復して、よし、みんなお前ら頑張れ。アリスキック、アリスキック、いいね、めちゃめちゃ強いじゃないか。やばい、オッケー、大丈夫、俺にさえ来なければなんてことはない。スパークショット、愛の無知。怪人系なのかこいつ。これ怪人系、何系っつうのこれ。皮膚技芸、タップダンス、オッケー、軽やかに行くわ、行くわ、はい、行くわ。27時間テレビのたけしみたいな。最後のたけしだ、いいね。これ範囲攻撃なのね。ライドインパクト強いね。あ、全員食らわないじゃん。オッケー、いいよいいよいいよ。スパークショットが良かったね。これいいね、いいね、スパークショットがよろしかったね。あ、寝た。なんて最強のパーティーじゃないかお前ら。起きない、起きた、やべ、起きた。アリスショップ、アリスショップ、待った、来てますね。スパークショット、オッケー、お願いします。パークショット、ダメでした、すいませんでした。35でもそろそろ終わるんじゃない。こいつ何気強いな、カエスをお前が出たってやつ。やめてほしい、やめてほしい。まあ大丈夫、こいつなら大丈夫、死なないでしょ。死ぬんかな、死ぬんかな、死んでしまう。お願い、もう一回いってらっしゃい。ダメでした、ナイス、オッケー、終わった、勝ちました。まさかのボス戦、まさかのボス戦。ギガントを倒したって、ホムラ里の住人によって食料を無事に里へと運ばれていった。オッケー、一緒に立ててくれてありがとう。シルビア殿の強さ、そして何よりも危険とも言わずとも困ってる人を助けてくれるその器の大きさ、本当に恐れ入った。私は格闘家の足くれとして多くの人を守れる、もっと強くなりたい、あなたのために投稿し、いや投稿するんだけど、なんでみんなお姉になっていくんだろう。最後の方の出来上がりはお姉様みたいになってなかった、なってたよね。ありがとうシルビアなので、私はあなたのように強くなってみせる、どうかよろしく頼むぞ。また増えた、モブキャラの、あの亀仙人のとこにいるようなモブキャラみたいな。さあ、ホムラの里に行けば、お、なんか新しいことが始まりそうですね。これで始まるんですね、始まりますね。さあ、ということで、まあボス戦も終わったんで賑やかな感じですが、今回この辺で終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価などもお願いします。それでは皆さん、バイバイ。